隔離施設内の SCP に。アイテム番号 SCP に。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP には、SCP2 が活動準備状態を保つように、常に最適な電源設備につながれています。停電の際には、非常隔壁が対象と施設の間に張られ、隣接施設は待避区域になります。施設の電源から復帰すれば、SCP-2 を再び活動準備状態にするための全ての電源設備が接続されるまで。代わりに光子出力の X 線及び紫外線が SCP-2 の収容区画にストロボ照射されます。収容区画は常に減圧されています。最小2名の職員が SCP-2 の20メートル以内の範囲または SCP-2 の収容区間にいる必要があります。全職員は、他の職員の知覚が鈍くなったり、歪められたり、その他 SCP-2 に近づくことによる影響などを受けていないか確認するために常に互いに物理的接触を保つべきです。レベル2以下の職員が SCP-2 に接触することは許可されていません。この条件は、2名のレベル4の現場外管理者の許可状によって撤回されることもあります。こうした権利放棄を行った指揮スタッフは、接触期間の間、少なくとも5名のレベル3セキュリティ職員に伴わなければなりません。その間、一時的にランク及びセキュリティクリアランスは剥奪されます。接触に続いて、職員は隔離及び心理鑑定のため72時間 SCP-2 から少なくとも 5km 圏外へ護送されるでしょう。もし職員としての職務を果たせ、復帰できるようなら、隔離満了時にランク及びセキュリティクリアランスが返還されます。説明 SCP には肉の腫瘍に似ており、体積は約60立方メートルあります。内部につながるバルブハッチが取り付けてあり、内部はあまり広くない安価な賃貸マンションのように見えます。壁には窓が一つ取り付けてありますが、外部からはそのように見えません。室内には家具が設置してあり、詳細な調査によると、それらは彫刻された骨、折ってある紙、および人体によって生産された様々な他の生物学的物質であるようです。それぞれは独立した、または断片的な DNA 塩基配列を持つということが調査で判明しています。オブジェクトの発見と関係する詳細に関してはミュールハウゼン報告を参照してください。文書、23、603参照。追加記録現在まで、SCP-2 が原因で7名の職員が行方不明になっています。また同時に SCP-2 は、2つのランプ、小さい絨毯、テレビ、ラジオ、ビーンバックチェア、未知の言語の3冊の本。4つの子供向けの玩具及び小さな鉢植えのプラントを獲得しました。高等霊長類を含む様々な実験動物による実験では、SCP-2 の反応は発生していません。死体も同様にどんな反応も生じません。有機物を家具にする効果は、生きている人間によってのみ促進されるようです。ミュールハウゼン文書を見るドキュメント ID 023.603。ミュールハウゼン報告、023.603。下記は SCP-2 の発見を詳述する簡潔な報告書です。SCP-2 は、軌道上から、ポルトガル北部の小さな河口で発見されました。厚い岩のシェルで包まれている SCP-2 の肉は外部からの衝撃によって露出しました。現地の農民はサイトを偶然発見し、村の長老にこれを報告しています。レベル4のエージェントが現場に急行した時、SCP-2 によって生じた微弱の放射性の変化を検知しています。ミュールハウゼン将軍主導の SCP 保安要員の収集チームは、直ちに SCP-2 を大きなコンテナに確保し、そしてリンソンから募った職員による初期調査を試みました。この時 SCP-2 内部に個々に派遣された3人が行方不明となっています。この SCP-2 の致死的な特性を発見した際、ミュールハウゼン将軍は、SCP-2 を施設、削除済み、に輸送するため、及び外部に情報が流出しないようにするため、目撃者すべて、村民のおよそ3分の1、にレベル 4A 収束命令を発しました。輸送準備中に、4名の SCP 保安職員が SCP-2 の内部に不可解に引き寄せられ、行方不明となっています。検査の後、SCP にはいくつかの新しい家具を育てて、かつ SCP にの内部はマンションの部屋のように見えるようになりました。直
地にミュールハウゼン将軍は、残る安全保障チーム職員のためのいくつかのクラス3ハツマットスーツの要求を命じ、安全保障チーム職員は SCP 収容施設に送るために停泊していた貨物船にコンテナを積み込みました。削除済み。削除済み。ミュールハウゼン将軍に引き継いで、SCP には、SCP 職員によって再度収容され、機密指定、うちの、特別収容室に移送され、現在も SCP には収容されています。ミュールハウゼン将軍の事案以降、レベル2以下の職員は2名以上のレベル4職員の承認なしでは、SCP2 への接触が禁止されています。